これが10年後の未来。円満解決、エンマちゃん。エマ、お前宛に手紙が届いてるぞ。私に手紙？何でしょうか。裁判所からの通知なんじゃないか。なんで真っ先に思いつく可能性が訴訟なんですか。心当たりがありすぎるから。差出人は私？10年前の私へって書いてあります。本当だ、エマの字だな。中身は何て書いてあるんだ。とある青年にパチンコを打たせてはいけないだそうです。どういうことだ。その青年は私に教えられたのがきっかけでパチンコを始め、以後10年間一度もギャンブルで負けることなく世界で一番の大金持ちになるって書いてあります。そういえば最近パチンコを教えた人がいたような、あの人ですかね。お前って本当他人の人生よくねじ曲げるよな。いやそれほどでも。褒めてね。ただ未来の私はその人がパチンコを続けないよう阻止してほしいみたいですね。なんでこんな必死なんでしょう。10年後のお前が暇すぎていたずらで送ってきたんじゃないか。失礼ですね。そんなこと相当暇じゃないとしませんよ。そこは絶対にしないって言い切れよ。予言の男。本当に行くのかよ。だって未来の大金持ちに会ってみたいじゃないですか。2月4日の15時過ぎ、手紙が本当ならその男性と会えるようですが。な、エマさん。あ、この人ですよ、レイジさん。私がパチンコ教えたの。相変わらず豪快な出しっぷりですね。エマさんに教えてもらったおかげで毎日こんなに当たってお金が貯まる一方です。本当にありがとうございます。毎日当たってるのか。じゃあやっぱりこの人があの手紙に書かれていた人なのかも。一つ聞きたいんですけど、私がパチンコを教えてから一度でも負けたことはありますか。いえ、まだ一回も負けてません。ならあの手紙は本物みたいですね。この青年が10年後大金持ちになる張本人。それじゃあもう私たち行きますね。エマさんは打たないんですか。実は用事がありまして、また今度一緒にやりましょう。10年後の未来。未来のエマはいたずらで手紙を送ってきたわけじゃなさそうだな。けど彼は私と会うたびいつも謝礼金をくれるんですよ。何見つがせてんだよ。そんなかもじゃなかった。優しい青年と付き合いを絶とうとする未来の自分の意図がわかりません。確かにそれはエマにしては変だよな。これはまた未来の私からです。なんだこの写真。同封した写真が10年後の日本です。は？なるほど。先ほどの青年はギャンブルで大金を得る中で、金さえあれば何でも手に入ると考えるようになったみたいです。な、彼はお金の力で大企業と官僚を買収して国の実権を手に入れ、ついには日本の支配者として君臨してしまいました。その後自分が望むまま圧政を行い、日本は世紀末へと姿を変えてしまった。10年の変わりようエグすぎないか。それに彼はそんなことをする人間には思えなかったが。確かに気さくで礼儀正しい子でしたが、10年ですよ。それだけあれば人は変わるかもしれません。他には何か書いてないのか。独裁者にさせないために何をしてもギャンブルをやめさせろとしか。方法は今の私たちで考えないといけませんね。彼に未来の姿を教えてやめてもらうのはどうだ。でも支配者になれると知って逆にギャンブルにのめり込んでしまうかもしれないです。確かにそうだな。ならこうしましょう。ギャンブルの恐怖。今日は新しいギャンブル、ズバリ競馬を教えます。お願いします。彼がギャンブルで大損するように仕向けます。あれだけパチンコで当ててる強運の持ち主だぞ。できるのか。パチンコよりシビアなギャンブルなんてこの世にザラにありますよ。ではまず競馬のルールですけど、これは1着から3着の馬をピタリと当てるギャンブルです。結構難しそうですね。まあ実際難しいですからね。競馬の3連単は18頭立てのレースの場合、4896通りの組み合わせがあり、当たる可能性は 0.02% ですし、あなたは初めての競馬ですから、ビギナーズラックを信じてこれに有金全部かけましょう。エマさんが言うならそうします。さらっと大穴馬券進めてやがる。けど未来のためには仕方ない犠牲なんだ。許してくれ。賛成ブラック上司。うえー、やった当たりましたよエマさん。おめでとうございます。マジか、こんな確率でも当てられるのかよ。5000万ももらえるなんて、本当にエマさんのおかげです。ありがとうございます。いいえ。
あ、すみません、緊張が解けたせいかトイレに行きたくなってしまって、ケースを持っていてほしいのでレイジさんも来てくれませんか。わかった。まずいな、どうすれば彼にギャンブルをやめさせられるんだ。あのレイジさん。お、どうした。あなたはエマさんとどういう関係なんですか。話せば長くなるからはしょるけど、いろいろあって二人で共同の借金を背負ってるんだ。なるほど、エマさんが抱えてる借金ってレイジさんも関係あるんですね。だったらエマさんから離れてくれませんか。は、どういうことだ。僕がこの調子でお金を稼いで二人の借金を肩代わりします。だからレイジさんはもうエマさんに関わらないでください。もしかしてこの子がギャンブルをやってる理由って。悪いんだけどそれはできない。え、この借金は俺にも関係のあることなんだ。だからエマと君にだけ背負わせて自分だけおさらばっていうのは違うと思う。どうしてもエマさんから離れてくれないんですね。だったらなんだこいつら。本当に雇えるのか不安だったけど、お金があればこんなこともできるんだ。君たち、その人を連れて行ってくれ。お金の価値。競馬もダメとなると一体どうすればいいんでしょう。また手紙と写真ですか。って、支配者になる未来が5年早まった。まさかあの競馬のせいでお金が貯まるまでの時間が。これはまずいですね。お待たせしました。いえいえ、レイジさんはどうしたんですか。急遽バイトのヘルプに行きましたよ。そんなことよりエマさん、もっと僕にギャンブルを教えてください。まだまだお金が必要なんです。自分で誘っておいて言いにくいんですが、ギャンブルはほどほどにしておいた方がいいと思いますけど、何か理由があるんですか。だってもっと稼げばエマさんの借金だって返せますよね。まさか私のために。そうです、僕が全ての借金を返すから、エマさんの隣にいさせてください。何不自由ない生活を送らせてあげますから。残念ですけど、それは遠慮しておきます。なんでだってエマさんはお金が大好きで借金をどうしても返したいんでしょ。そんな借金の返し方したらレイジさんに怒られそうなので。はあ、どうしてあんな男に。だったら。これだけお金があります。だから僕と一緒に行きましょう。だからお断りしますって。なんで。こんなにお金があれば何でもできる、何でも手に入るんですよ。私が断る理由はそれですよ。これを見てください。は、何この写真。これ僕。実は私、未来のあなたがどうなるか知ってるんですよ。その写真は5年後のあなたで、このままだとそうなっちゃうんですよ。何をいきなり。信じられませんか。なら今のあなたの顔を鏡で見てみればわかると思いますよ。確かにたくさんのお金があれば何でもできるかもしれませんが、お金は人を変えてしまいます。こんな風にお金の力に振り回されて、私やレイジさんを誘拐する人間になり下がることもあるんです。それはお金は生活を豊かにしますが、心を豊かにするかは使う人間次第ですので、あなたと一緒にいても私はきっと幸せにはなれません。その通りだ。大金を手に入れた瞬間、それに振り回されるようになった人間が誰かに好きになってもらえるわけがない。それに私はお金で買えるほど安い女じゃないんですよ。はあ、いきなり東京湾に捨てられた時は死ぬかと思った。むしろどうやって生き延びたんですか。食費がなさすぎて素潜りをした経験があるからな。案外余裕だったぞ。もはや超人すぎませんか、レイジさん。それで未来はどうなったんだ。未来の私曰く、ギャンブルから足を洗って日本は救われたみたいです。そうか、これで一件落着だな。で、その手紙もう一枚重なってるぞ。あ、本当です。誘拐された迷惑料でアタッシュケースを1個ぐらい持って帰ればよかったのに、私のバカ。あー、その手がありましたか。会社の不覚。10年後でもエマは変わってねえな。っていうか10年後でも金にがめついってことは借金返せてないのか。わかりませんよ。大金持ちでも貧乏でもお金にがめついのは変わらないと思いますから。なこと自慢げに言うな。ま、どんなにお金があろうがなかろうが変わらないのが私ってことですね。はあ、いいことなんだか悪いことなんだか。
知らせ。2021年の1月に発売し、瞬く間に完売した円満解決エンマちゃんオリジナルアクリルスタンドが、皆さんの熱い要望にお応えし再販されることが決定しましたよ。おお、年末の生放送で言ってたやつか。みんなからのメッセージが届いたんだな。はい、それはもうたくさんなので、今回は欲しい方全員の手に届くようにプロットストアにて受注生産で販売することになりました。おお、それはいいな。前回はあっという間に売れちゃって手に入らなかったって声も多かったから、嬉しい人も多いんじゃないかな。予約期間はこの動画の直後から2月24日木曜日17時59分までです。詳細や販売ページについては概要欄をチェックしてくださいね。受注生産だからみんな慌てずにな。ただし基本的に再販する予定はないので、欲しい人はこの機会に絶対予約してくださいね。もともと今回もみんなのメッセージがあったから実現できたことなんだよな。皆さんの視聴やそのコメント一つ一つが力になってます。なのでぜひこれからも円満解決エンマちゃんの応援を、せーの、よろしくお願いします。私たちを助けると思って、チャンネル登録をどうかお願いします。お、さあレイジさんを助けられるのはあなただけです。お前が助けろ。